皆様こんにちは韓中国ですトランプ前アメリカ大統領はホワイトハウスを去る前にバイデン大統領に手紙を残しましたバイデン氏はこの手紙を寛大で慈悲深い手紙だと言っていましたトランプ氏は22日に FOX ニュースのリサ・ブーザ氏のポッドキャストインタビューでバイデン氏の就任式の日に残した手紙は数ページに及ぶもので心の底から彼の活躍を見たいと思っていた 彼の幸運を祈ったと語りました退任する大統領が後継者に手紙を書くのはアメリカの伝統です。バイデン氏はトランプ前大統領は非常に寛大で慈悲深い手紙を書いてくれた手紙はプライベートなものなので本人に許可を取るまではお話しできないがこれはとても慈悲深かったと当時語っていましたしかし退任する大統領が後継者に残した手紙は全部 大統領記録法に基づき、アメリカ国立公文書館に送られて保存されるため、この手紙はいずれ公開されることになります。トランプ氏は約一時間のインタビューの中で、自身の多くの主張を繰り返し述べ、二千二十年の大統領選は自分が認めない組織的な不正選挙であると考えています。さらにトランプ氏は、バイデン氏の国境開放政策の欠点を指摘し、 国境危機を解決するために国境壁の建設を終わらせることを提案しました危険な犯罪者が国境を越えているため1ヶ月以内に完成できる国境壁の建設を早く終わらせないといけないご視聴いただきありがとうございましたよろしければ高評価とチャンネル登録をお願いいたします